こんにちは、柴田です。今日は知人の YouTube チャンネルがバンされたお話です。ついにですね、身近なところで起きてしまいましたね。最近というかですね、ここ1年ぐらい YouTube の規制は非常に厳しくなってきております。カバー動画を上げてるとですね、かなりね、通知は毎度毎度来ますね。それぐらい AI の機能が発達してきて、ちょっとでもですね、楽曲に触れるようなことがあるとすぐ通知が来ます。ただですね、これは通知であって警告とは違うので、チャンネルをバンされたりすることはないです。今回バンされた知人がどういったことをやっていたかというと、基本的にはチャンネルのコンセプトとしては、聴いてみた動画であったりとか、あとはエアギターですねなんかをやってたんですけれども、原曲を使用してたんですよね。アーティストの原曲、オリジナル楽曲を使用することによって著作に触れます。最初は弾いてみた動画をやってたんですが、その後ですね、エアーギターになって、原曲を流してエアーギターを弾くっていうことをやってたんですが、まあそれって言ってみれば、映像を見なかったら、まあ、原曲ですよね。ただ原曲垂れ流し状態になってしまうので、この辺から最初規制が入ったみたいですね。YouTube の規約にもあるんですけれども、ユーザーが90日間に著作権侵害の警告を3回受け取った場合、そのアカウントとそれに関連付けられているチャンネルが全て停止されますというふうに記載されております。で、その知人はですね、警告が何度も来ていたにもかかわらず、ずっと原曲を使用した弾いてみた動画やエアギターを上げていたと。いうことで、いよいよバンされました。このバンされるまでにですね、実は段階があったそうで、最初ですね、自分の上げている動画の音声がなくなって映像だけになったらしいんですよ。でその時点で警告が来てたみたいなんですけれども、まあ、そこは無視して動画は上げっぱなしで、また新たに自分で動画をこう上げていったみたいなんですね。で、まあ、彼曰くいろんなすり抜けようがあるみたいなんですけれども、ピッチ変えてみたりだったりとか、まあ、いろいろやりながらこうアップしていって、音声が消された後、今度はその動画が消されたみたいなんですね。それでもまだ無視して、警告が来てもずっとやり続けていたら、ついにはバンされてしまったということらしいんです。相手は AI なので、確かにですね、こう切り抜ける方法っていうのは、あると思うんですけれども、まあ、でもですね、やはり原曲を使用してエアーギターなんかをやっていると、ちょっとやっぱね、逃げ道はかなり塞がれちゃうんじゃないかなというふうに思います。ただその時に逃げれて動画を一時的に上げれたとしても、後々バンされてたら本当に意味がないと思うので、まず原曲の使用っていうのは今後やめていった方が皆さん無難だと思います。せっかくね、こういっぱい弾いて積み重ねてきた動画がバンされたりしたら非常に悲しいと思います。そういう風にならないように原曲の使用をまず控えるということですね。自作のオケだったりとかは第三者のカバー楽曲ですっていうチェックをする欄があるので、著作権侵害の通知が来ても、いや、これは僕が作ったものですっていうのをちゃんと異議申し立てを行えば全く問題ございません。ジャスラックにですね、長々と電話をさせていただいて、根掘り葉掘りいろいろと確認させていただいたんですけれども、自作音源に関しては全く問題ないです。僕はですね、ヒデさんの楽曲をたくさんの人に弾いてもらいたいというですね、思いがあるので、自分でオケを制作して、それをですね、無料でダウンロードできるようにしております。まあ、そういったようにですね、個人で誰かが作ったようなオケを使用して弾いてみた動画は今後上げていきましょう。僕のオケはですね、ツイッターの URL 貼っておきますので、そこからぜひダウンロードしてください。弾いてみた動画はですね、カラオケのような感じでもう文化になってきていると思うんですね。この文化をですね、オワコンにするのは本当にもったいないと思います。みんながルールを守ってしっかりとこの聞いてみた動画という文化を残していきましょう。これからも僕はヒデさんの楽曲のオケ制作を頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。